こんにちは、デリッシュキッチンです。本日は日清フーズの提供でお送りします。ネギ2分の1本は粗めのみじん切りにします。生姜1かけもみじん切りにしましょう。ごま油大さじ2分の1と豚ひき肉 100g をフライパンに入れ、ネギと生姜を加えます。肉に火が通るまで中火で炒めましょう。豆板醤小さじ1を加えて 1,2 分炒めます。水 150cc と醤油大さじ1、砂糖小さじ2分の1、塩と胡椒少々を加えて混ぜましょう。煮立ったら蓋をして弱火で8分煮ます。日清水溶きいらずのとろみ上手適量を火を止めてから加えます。混ぜる時に再加熱しましょう。水溶きいらずでとろみを調整できます。とろみが出るまで炒めましょう。木綿豆腐1丁を耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをし 600W のレンジで2分加熱します。ラップを外して水気を切りましょう。麻婆ソースをかけ細ネギを散らして完成です。食べ応えのあるジャンボ麻婆豆腐、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。